あの備蓄の放出については、まあ、これ、需給緩和による価格の抑制という意味合いがあるんだろうと思いますけれども、えー、それがこれからどう効果をす、こ、あのそ、ー、うするか。はい あの備蓄の放出についてはあの、発表しましたけれども、まあ、これが、まあ、たまたまその原油の反発の時期に当たったのか、あるいはその効果で、産油、えー、国の反発で上がったのか、これはちょっとよく分かりません、そういう意味ではです、ねあの、備蓄の放出については、まあ、これ、需給緩和による価格の抑制という意味合いがあるんだろうと思いますけれども、えー、それがこれからどう効果をする。 あのこうそうするかということは、やはり少し見ないとわからないんではないかと、今の時点ではなかなか効果は見通せないということでありますけれども、やはりそのこれが少し効果を与えてです、ねえー、原価格の抑制というふうにつな、まあ、がることを我々としては期待したいというふうに思っています、あのー、やはりです、ね、この趣旨がです、ねえー、コロナ禍からの,その緊急事態宣言が解除されて、 それで、えー、今まで感染症の影響によって非常に苦しんだあ人々、事業、生活、暮らしですよね、こういったものを支援するという趣旨がございます、でそれを、えー、緊急避難的に、えー、それから次元的に激変、えー、緩和措置を講じるということでありますので、 やはりこの趣旨を理解するとすると、やはり石油業界としてはです、ね、政府と連携して取り組んでいきたいと。